皆さんこんにちは。サンクチュアリ出版の山口です。こういうちょっとこう可愛らしめの山っていうことですね。いいのかな。いや、いろいろね、あの、毎度毎度あのこのポーズで、ポーズ良くないですか。なんかこう、うん、ポーズ考えます。三つ三ピカーンとか。そうですね。キラン長い長い長い。さあ今日もやっていきましょう。奇抜雑誌の頭の中のぞき放題ということで、素敵な素敵な素敵なゲストに今日もお越しいただいております。三橋明子さん、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。素晴らしいですね。もうちょっと寄った方が良かったから、もうほんのほっそりモデル体験みたいなね。どうこれ遠近法じゃないよということでもう前が長いんですよね。テンションがね、上がりすぎちゃって、じゃあちょっとどういうご活動されてますかっていうところから聞いてもよろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。改めまして、ライフコーチの三橋明子と申します。はい、私はですね、コーチングとそれからの講演の活動を通して、誰もが自分を信じ、人を信じ、自分の人生を生きるということを応援する活動をしております。うん。であの主にあの大きく分けると3つになるんですけれども。3つね、はい、三つ橋だから3つ。そうそう、3つ、はい、本当かな。はい、で1つ目が、はい、あの1つ目があの個人のコーチングですね。はい、はいはい、第1の個人のコーチングで、2つ目が、うん、はい、あの講師活動全般なんですけれども、はい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 、行政さんですとか、あと、うん、企業様からいただく、研修のお仕事をさせていただいたり、うん、今は私個人的に、自分があの作っている講座ですとか、あと今のコーチの皆さんに向けて、うん、そのコーチの皆さんが自分の思いを大切に、届けていこうっていう、そういったあのコーチ向けのプログラムを提供したりですとか、今日ちょっとねお持ちしましたけど、はい、日本親子コーチング協会のこのビットインカードを教えるコーチコースを開催したり、というか講師活動全般と、そして3つ目が、お、3つ目来ました、はい、講演活動になります。昨年から、はい、小学校、中学校、高校と、うん、はい、生徒さんだったり、あと場合によっては保護者の皆様に向けて、うん、講演活動だったり、親子のコミュニケーションだったり、うん、自己肯定感を育てていこうというような講座、講座を行ったり、うん、生徒さんたちには私のですね、自分の経験値をお話ししながら、自分の人生をみんなで生きてほしいなということを伝えております。あ、なるほどですね。ゆりかごから墓場まで、はい、いやだって小さいお子さんから親御さんまでっていうね、そうですね、幅で、はい、ご活躍ということでございますけれども、なんか3つの柱ってこうシンプルにした割にはすっごいいろんなことをされてるなっていう、いやいやいや、いろんなことされてるなっていうところがありまして、でどうですか、あの、はい、なんでそういうことをやっていこうかなってなったんですかね。はい、もう活動の全ての活動の原点は、うん、まあ、自分自身がすごく自分のことを、あの、自分に価値を感じられなくて、で自己否定、自己犠牲っていうのをもう繰り返した40年近くあったんですよね。つい最近まで。そうですね。ほ。10年ぐらい前。何歳なんですか。嘘でしょ。いや聞かないけど嘘、本当。はい、僕よりお姉ちゃんってこと。そうなんです。47になりました。マジっすか。はい、そうなんです。でちょうど10年前に、まあ、そういった、なかなかその時もやっぱり自分で自分を認められなくて、だからこそこう誰かを優先するっていう人の顔色も気になるし、自分よりも誰かを優先して誰かの役に立ってない自分は価値がないってこう思って生きてきたんですよね。なので自分の人生を歩むというよりは、自分の人生の主役はいつもなんか他の誰か、で誰かのためって聞こえはいいんですけど、ずっと自己犠牲をねしてきたんですよね。なので、うん、なんか生きづらさをね、あの抱えながら、なんかいつもなんか違うとか、うん、なんで生まれてきたんだろうとか、そういう自分探しを、ね、かわいそう、はい、ずっとしながらこう生きてきて、で2011年ちょうど
10年前ですね、うん、一つのきっかけは震災もあるんですけれども、やっぱりこう当たり前の意味がある一つで失われるっていうことを、うん、私はね東京にいたのでそんなにこう被害があったわけではないんですけど、うん、それをやっぱり目の当たりにした時に、うん、じゃあ明日がね来るとは限らないとしたら、うん、残りの人生私はどう生きたいんだっけって本気で考えて、うん、でもう今までのように生きていくのは嫌だなって思った他の一つのポイントでしたね。よく40年もこう自己犠牲とか誰かのためにって言って生きてこられましたね。それはそうどんな感じなんですか。そういうのになったことないか。僕自分好きだし、うん、自分喜ばすのが誰かのためだみたいな思ってるから、うんうんうん、わかんないんですけど、どんな感じなんですか。どんな感じなんですね。例えば、なんかこうまず本音は言えないですよ。本音は言えないし、そもそもわからない。わからない。本音がわからなくなってくる。はあ、なんかそのそれこそ心で泣いて顔は笑ってっていう風にしていると、うん、だんだんと本音ってわからなくなってきて、でそうするとそれこそ例えばいじめにあったりとか、うん、でも会っててもヘラヘラ笑って何されても平気みたいな。そうすると都合のいい人になりますし、そうですね、なんかそんなことの繰り返しで、だから自分が何が好きかとか何がしたいかとかそういったこともよくわからなくて、はあ、常になんか何か違うっていうセリフをよくなんか自分の中に繰り返してた気がします。何か違うんだろう、何か違うなんだろうっていう、うん、きっと自分のこともそのことも本当になかなか信じられていなかったんじゃないかなと思います。なんかもう例えばなんか劇をねクラスで小学校とかでやるってなったら、はい、お姫様やりたいなとかそんなんないんですか。もうないですね。とんでもない。目立ちたくないです。目立ちたくない。出てますけど今思いっきりこんな出てますけど出てっちゃったし、はい、これ出てなんで出れるかっていうと伝えない方が上回ってるので今は、うん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 、なのでこうやって表に出ることはできるんですけど、でもできれば全然出なくていいですし、やっぱり目立つと怖いですよね。おやっぱり出る杭は打たれるじゃないですけどって言われることもありますし、よく思われないことも、うん、やっぱり今の活動この活動をしていたって、うん、それこそこうなんでしょうね、私が伝えてることに対してやっぱりこうアンチが来ることもありますし、うんうんうん、考え方がいろいろですからね。そうですね。だから今は、うん、あなたはそう思うんだねって、うんうん、じゃあそれがあなたの考え、私はこう思いますっていうのを、うん、もう今はそこはね吹っ切れたんですけど、うんうん、それまではね、とんでもない。ああそうですか。みんなが右って言ったら右、左って言ったら左。僕はよく人の気持ちをね考えなさいって小さい時言われたことがあったと思うんだけど、はい、自分のことは得意なんですけど、そのまあ今もだからそういうふうに感じて生きている人っていうのは、はい、じゃ結構いるっていうこと。いや、います。おお。いると思います。大人。大人も子供も。子供もいる。子供もいます、ね。お子さんとも お子さんっていうかその。学生さんって言ったらいいのかな、はい、まあそういう小学校から大学まで、うんまあ、そういう学生たちともこう接点があってこう講演されたりとかっていうことがあるんで、はい、まあこう関わっていくっていうことが多いと思うんですけど、そうですね、どうですか最近の子どもたちは。いや学校に行くようになって、うん、一定数ねそういったこうちょっと生きづらさを抱えていたりっていうお子さんはね、うん、いるとは思っていたんですよ。うんうん、思った以上にいることに結構衝撃で、はい、こんなにいるんだって、あの終わった後に感想とかをねいただいたりするんですけど、話の、うんはい、あの本当に何度も死にたいと思ったとか、自分なんで消えていなくなっちゃえばいいんだとか、なんでそうなるんだよ。ねえ、でも本当にそういう声を、まあ、普通な叫びですよね。なんかそのまだそうやって言葉にできればいいんですけど、うん、やっぱりできない子っていうのもたくさんいて、うんでまあ、私が自分の先ほどお話ししたようなこととか、うんうんまあ、元々は私その父親がアルコール依存症で、うん、でお酒を飲んでこう暴れるっていう、うんまあ、そんな虐待をね受けながら18歳まで育った経験がありまして、
まあ、その話もするんですね。はいはい。まあ、中学生、高校生ぐらいになるとほぼほぼ結構お話、リアルな話もするんです。はい。で、そうすると私が先に自己開示をするので、うん、彼らも開示してくれるんですよね。で、そこで今まで言えなかったけどとかって声を上げてくださる生徒さんもいるし、泣きながら終わった後に会いに来てくれる生徒さんもいらっしゃるし、で、そこで行くようになって気づいたのは、あ、これはもしかしたら一つ私の役割というか、自分が、まあ、一見ちょっとしんどい辛い過去だけれども、それを開示して、そして今こんな風に、ね、自分のやりたいことやって生きてるし、で、私のそのこうずっとこう人の顔色を伺うとか、誰かのためにっていうのは私弱みだと思ってたんですよ、ね。だけど裏を返せばこれってすごい強みなんですよね。で、接客業をずっとしてきたんですけど、今までも、接客業ってやっぱりこう空気を読むとか、お客様が今何を欲してるのかっていう、読む必要があるじゃないですか。そうですね、だからすごく役に立つんです。あ、いいですね。で、だからその自分がなんか弱みと思ってたことがひっくり返すと強みになって、で、誰かのためも自分がそれによって喜べるからいいんですよね。だから誰かのためと自分のためがこうイコール共存できるっていうか、このバランスが崩れると、まあ、昔の私はこれ崩れてて、誰かのためがすごい上で自分がこんなだったから自己犠牲をしながら誰かを優先してたんですけど、自分のためも誰かのためも多分両方を大切にできるってことを知ったので、今はそうやって生きてるよっていうこととか、自分の弱みだと思ってたことが今は強みとしてこの仕事に生きているよっていう話をこうすると、なんかやっぱり表情がこう変わっていく生徒さんがいらっしゃって、それによってなんかこうちょっと本当は苦しかったけど、あ、こういう人もいるんだと思って、もう一回頑張ってみようかなとか、あとすごくよく言われたで、私が驚いたのは、代弁してもらったっていっぱいアンケートに書かれてたんですよね。ああ、なるほど。自分の気持ちが、自分の気持ちって多分分からないんですよね。分からないからこそ苦しいんですよね。で、なんかモヤモヤして、なんか苦しい、なんかしんどい、でもそれが何なのか今日の話を聞いて分かりましたっていう、して、なんかこう心が軽くなったってそう言ってくださる生徒さんがいて、あ、これは私続けなきゃなって思った、勝手な使命感で、いやー、いいと思いますよ、それ大事、だからそこまでこう思い詰めている、ね、生徒さんたちもそういうふうに思い詰めている、子どもたちもそう思い詰めているっていうのもあるし、で、それを打ち明けられなかったりするし、で、親御さん親御さんでそれを何とかしたいと思ってるけど手がないと。そうですね、どうしてやったらいいか分かんないもんね。そう、分かんないし、親御さん自身も苦しんでたりするんですよね。なるほど、例えばどんな感じで、なんか親御さん自身も子育てがうまくいかないってやっぱり悩んでいたりとか、ご自身がご自身のこう親御さんとの関係だったり、パートナーシップだったりに悩んでいらっしゃったり、結局なんか子育ての悩みも、まあ、恋愛の悩みも、仕事の悩みも、結局行き着く先は自分で、自分がね、どうありたいかとか、どうしたいかさえ分かれば、解決はしていくんだろうなと思うんですけど、なので、中には親御さんとお子さんと両方サポートさせていただく時もあるんですけれども、場合によってはお母さんの先とかありますね。それはまずお母さんから、お父さんからっていう場合が、そうですね、やっぱお母さんお父さんが変わるとお子さんが変わっていくっていうのは本当にあることですしね、大人が背中を見せていきたいですよね。だからこう今はその子育てに悩んで、また自分がこれからどうなっていくのかっていう人生で迷ってるとかっていうケースもあるけど、だからより良くしたいんですってい う, こう明るい声が来てもいいわけです、うん、もちろんです、もちろんです。コーチ、俺もっとより良くしたいからなんかそういうわけないですかみたいな、そういうのもありよ。もちろんですよ、そうそう、まだまだ可能性はね、無限大ですからね、そうなんですよ、そうだよ、悩んでる諸君
こうやって話しかけるんですけどね。いやこれだって見てる人もね。そうですね。もう、はい、信じられないかもしれないですけど、三橋さんはねこんなことやってたりしたかもしれないけど、もう自分が何したいのか分かんないし、自分が何だか分かんないっていうのをずっと続けてこられたんで、それが今見てください。もう使命に燃えて。ね、今やるべきことはこう、こういうことをやったら誰かのためになるんじゃないかな、それが自分の喜びである。そうですね、うん、でまた次のことができるようになってると、うん、みんなあると思うんですよ。あるはず、みんな絶対あるんです、うん、でそのしんどい子どもたちの話を聞いてたりすると、うん、なんか最後に言うのって、うん、彼ら大きくなったら、うん、待った人の役に立ちたいって話を必ずするんですよ。おでこういうことを将来こういうことをやりたいんだとかっていう話を中に起こしてくださる生徒さんがいて、でそうするとなんかもうみんなやっぱり誰かを笑顔にしたいっていう気持ちを持っていて、うん、やっぱりこうしんどい思いをしたからこそ分かることもあるし、うん、本当子供の愛情ってすごいなって思うんですよね、うん、大人もそうだけど子供の愛情もすごいし、みんなそういった何かしらね、ものを持っています。うん、大丈夫なんだと思うよ。うん、大丈夫なんだと思うって言っておこう。断言しない。それがなんかプレッシャーなやつだからね。うん、なんで俺が言ってどうすんだよってことですけど。もう極論なくても大丈夫です。お、いい。なくても大丈夫。見て。大丈夫見てこの。いかがかな。ちょっとピットインカード、ちょっと気になるんですけど。それがだからその、なんていうの、まずそのコミュニケーションの、はい、第一歩というかハードル下げてくれるツールなんだ。そうなんですよ、うん、これはですね、うん、日本親子コーチング協会がですね、うん、小学生の皆さんと共同開発をした、まあ、コーチングカードコミュニケーションツールですね、うん、ちょっともうちょっとやってみましょう。そうですね、こうあの訪問様みたいにこうどれがいいかな、こんなのとかこんなのとかこんなのとかね、いろんな、まあ、いろんなカードがあるんですけど、うんうん、このうさぎちゃんが自分の複雑な気持ちを表すのに役に立ってくれます。なるほど、はい、そうなんです。それをこう、はい、セッションするときにこうやってもいいし、はい、ご家庭にあれば今日どんなことがあったとか明日どんな日になりたいとかそういう感じ。もういいですね、めちゃ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 いい感じです、うん、ああそうなんです、うん、なんか今日ねどんな朝起きて今日一日どんな風に終えたいとかって聞いてもいいですし、うん、例えばねこうちょっとなんかね落ち込んだ様子で帰ってきた子どもたちに、うん、どうしたの今どんな気持ちってカードで選んでもらってもいいですし、もう本当にいろんなことに使えるんですけど、私ちょっと例えばよ、はい、例えばよ帰ってきたら、はい、今日どうだった学校って言ったら、お子さんがこのカード出した、うん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 、なんだこれ、うんうん、これなのよって言ったらどうなんですか。これどんな気持ち。いやこれちょっとなんかね、うん、焦ったね今日は。焦ったんだ。焦った、ここでっかい汗をかいてるじゃないですか、うん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 、これはちょっとねびっくりして、あどうしようってなった。びっくりしてどうしよう、うん、なんであのね、うん、今日宿題1個やっていくの忘れてた。忘れたんだ。忘れちゃって忘れちゃったんだ。ほんでなんか先生に申し訳ないし、なんか順番にこう前から、うん、じゃあ宿題の答えを前から順に言っていこうねってなった時に言えないじゃんって、うんうん、で先生でそれで、うん、うわ言えないけどどうしようってなって、うん、うわ焦るわって汗出たんだけど、汗出た。自分の番の時に自分の問題を見て答えから焦ったんだけど、なんとかなった。焦ったんだけど、なんとかなった。じゃあその焦ったんだけど、なんとかなった時のカードもありますか。なった、あの、なんとかなったっていう時、うん、これかな。その時はこういう感じ、へーになりました。なるほど、うん、ありがとうございます。なんかこんな感じでいろいろと。なるほどね、なんか俺小学生なんですよはい、いい感じに。なんかめっちゃ教室行ってましたよ。楽しかったです。で宿題は僕の場合はやらない人だったので、リアリティやりました。リアリティやりましたね、はい、なんか出ちゃう言葉がその1枚のカードから、うん、で質問するっていうかその時の声をかけるのも結構ポイントありますけど、そんな難しいんじゃないですか。
いやえナイスプレーです、ございます。実はですね、このカードには質問カードっていうのもついておりまして、あ、質問、あ、そうか、聞くやつがあるね。そうなんです、こんな感じで質問カードもあるので、はい、何を聞こうか迷ったらぜひこのカードを使って聞くことができます。だってそれはもうだってプロコーチだから、はい、ね、こういう時にこうどうだったのって質問が出るかもしれないけど、普通お母さん出ないでしょ。だけどこのカードがなんかテレビショッピングみたいな、テレビみたいになってますね、はい、いやこれでも質問も大事だもんね。そうですね、でも私ほとんど質問してないんですよね。あ、なんか繰り返し言ったことを繰り返して、うんうん、本当だ、そうだったんだとか、とか、うん、そうなんです、忘れたんだって言って忘れちゃったんだね、うん、繰り返して、うんうん、それでそれでぐらいしか言っていないんです。不思議、その先を話してしまう、はぁーっていうことなんだ。そうなんですよ、いいですね、うん、それやってみたいわ、そういうの。ぜひあのご家族でも、あのなので私たちはね、あの、うん、私もコーチなのでですね、うん、質問カードはなくても質問することはできるんですけれども、はい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 、でもなかなかね、やっぱりその質問がこうなく思い浮かばないとか、うん、あとよく親子だとあの尋問質問になってしまう、あもうなんでなんでじゃなくてなんでなんで忘れたの、なんで宿題忘れたのってね、さっき途中で宿題忘れてみたいな、なんだね、お母さん聞いてない、宿題忘れたのなんでってやってしまいがちなんですね。したらしまったって、このことを言った自分まずったなってなるね。そうなんです、言わなくなっちゃう、こんな。でも大事なのはそこではなくて、今はそのこうさっきのね、この気持ちを聞いていたので、うん、これをただただ聞くっていう、うん、まあ、またね、あとあとね、それでさ、宿題をってなるかもしれないんですけど、うん、はい、それはそれでね、そこはぐっとまあ抑えるか、もしくはまあ聞き方変えるかっていう、そうですね、そのところですよね。そうなんですよ、なのでなんかこう、ちょっと気楽にね、うん、こう、こういうカードがあると、うん、例えばその宿題忘れちゃってねとかっていうのも、うん、ね、なんか実は今日こんな忘れちゃってさ、忘れちゃったんだよねって、へっみたいな、なんで、出してくるかもしれないですけど、はい、どうなん、今、子供で、あれ、帰ってきたらさ、ただいまって帰ってきたらさ、はい、今日どうだったって聞いたら、はい、いろいろ、いやーで、こうで、そうで、どうでって、喋ってくれるもんなんですか。まあ、うちは今、あのちなみに1年小学校1年生があるんですけれども、うんうん、1年生は、まあ、比較的こう、ノリがいい方なの、ノリがいい方、話してくれる方ではある。うん、そこも聞き方のポイントがあって、うん、今日どうだったっていうと、うん、広すぎますよね、質問が。確かにね、どうとでも答えられるっていう、うんうん、なのでもうちょっと小さくして、例えば今日の給食どうだったとかっていうと、あ、大丈夫になった、答えがあの限定されてくるので話しやすくなる。体育で何やったのとか、ああそういう風に聞けばいいんだ。そうですね、なんかあのだんだん小学校、それこそね、3年生住んでましたけど、うん、だんだん別に普通、あ、まあまあみたいな答えがね多くなってくると思うんですよね。ああそうよね、でもそれは聞き方でちょっと、はい、もうちょっとこうワードが増えてくる。そうですね、聞き方によってもやっぱ答えって変わるので、質問ってすごく大事ですし、あとは聞くのタイミングとかね、どんな質問してもやっぱ答えたくない時もあるので、それはやっぱりね、答えないっていう相手の選択を尊重することも必要。奥さんどうですか？奥さんいける？今日どうだった？って別にって言われたら、うん、そうか、別になんだねって言える？ね、そういうのも必要なんだって。あ、別にを選んだ時のその子の状況とかね、深いなこれ。そうなんですよ。まあでも。私も今こんなこと言ってますけど、やっぱ我が子には難しくって、あ、我が子になると。そうなんですよ、うん、愛があるがゆえに。そうなんです、あ、ね、愛があるがゆえにこう過度な期待とか過度な心配とか、うん、でそれこそちょっとこう様子がおかしいと、何友達と喧嘩したのとか、うん、ね、こう突っ込んでいきたくなっちゃうんですけど、うん、やっぱり話したい時に話せる環境を作ってあげるっていうのがすごく大事だなと。私が聞きたい時ではなくて、子供が話したい時にやっぱり聞いてあげられる、なるべく意識はね、してる
近すぎるっていう時があるので、だからこそこういう私たちのように第三者をね頼っていただいてもいいと思いますし、こういうねカードを、ね、頼っていただいてもいいんじゃないかなと思います。そうだね、もう自分たちで何とかできればいいけど、そうじゃなくてもっとより良くなる選択っていうのがあるということですよね。素晴らしいですね。じゃあ最後に、はい、じゃあご視聴の方に、はい、じゃあメッセージを、はい、これが一番無茶振りの一番難しいところなんですけども、ご視聴の方に何か一番伝えたいことがあれば。はい、ありがとうございます。まず今日最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。こうしてですね、画面、うん、を通してフィルターを通してのご出会いだと思うんですけど、うん、最近すごい思ってることがあって、うんうん、一生のうち会わない人の方が多いじゃないですか、うん、人の数で言えば。そうですよね、ほとんど会わない、ほとんど会わないじゃないですか、うんうん、ほんの一握りなんですよね、うんうん、だけどこうして今日も小山口さんとご一緒できたりとか、うん、フィルターを通してこう見てくださるってこう出会いじゃないですか。そうですね、うん、奇跡だと思いません？そうよね。ちょっと臭いこと言いますけど、でも本当そうだと思うんですよ、うん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 、だからまずはこうして本当に貴重な時間にご覧いただいたことにですね、本当に感謝いたします。ありがとうございます、うんうん、そしてすべての人はやっぱりこう生まれてきてもうそこにいるだけで何ができるとかできないとか関係なくって、もう その存在だけでねすごく価値がある、意味がある存在だと思ってますので、生まれてきてくださったことにもありがとうですし、ぜひですねそんな自分をこれから大切に生きていっていただきたいなと思っております。うわー、これ最初に聞けばよかったかなすんごいいい言葉、ありがとうございます。ということで気になる方はね、下にいろいろとリンクを貼っときますのでね、こういう感じですか。そうそうそう、これをねチェックしていただいてですね、はい、ぜひフォローしていただけたらと思います、はい。みささん、どうも今日はありがとうございました。それこそありがとうございました。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。本を読まない人のための出版社サンクチュアリ出版 YouTube チャンネルは、人生や働き方を変えるヒントになるようなインタビュー動画を提供しています。人気の著者たちやインフルエンサーたちは普段どんなことを考えてどんな風に行動しているのか、ここでしか聞けない彼らの思考パターンや行動パターンをたどることによってもっと自由に楽しく生きるコツを皆さんと一緒に学びたいと思っています。いっぱい笑える人生にしましょう。ぜひチャンネル登録お願いします。